皆さんこんばんは。2月13日しゃべくる松代、今日の担当は片井です。最初に、皆さんにお断りしていなければいけないことなんですけども、今日は、先週お知らせしました住民自治協議会の中島会長さんが体調を崩しまして、急遽今日は変更して、同じく住民自治協議会の特別部会というのがあるんですが、その中の八代専務会であります、中島哲夫さんに今日はおいでいただいてお話をいただくことになりましたので、ご了解いただきたい。中島さん、一つよろしくお願いします。よろしくお願いいたします。早速ですが、もうあと1ヶ月半迫ってきましたですね。3月31日で初戦が敗戦ということになりましたけれども、昨年の2月2日決定しましてから、1年になりましたけども、その経過と、今後どんなふうに進んでいくのかというようなことをざっとお話しいただければ、話の糸口としてよろしいかと思うんですが、よろしくお願いしたいと思います。昨年の2月2日の法廷協議会において、新しい、交通システムを考えたいという思いもありましたので、すでに皆さんご存知だと思いますけれども、次世代型路面電車というものを考えて、この長野市の中心街と結びたいという思い、並びに八代線もそれに、続けたいというふうな考えで現在運動をしております。いずれにしても廃止になるということについては非常に残念であるという思いはあります。そうですね。私も本当に、子供の時からこの沿線に乗りまして、電車の音にはもう本当に耳についておりますので、これがなくなるとなると、もっと本当に寂しくなるということですが、いずれにしてもそんなこと言ってもあれですけども、いろいろと計画されておりますが、当初はGゼロ化ということでですね、進んでまいりましたけれども、最近といいますか、途中から LRT 次世代型電車ということでもって話を進んで、今お話しいただいた通りですけども、今これ実際には富山の方でもって運行されているということなんですよね。そうですね。そのことについてちょっと、ここに写真もありますので、それも一緒にお話しいただければ、理解ができるんじゃないかと思います。ジーゼル化から急遽 LRT に変更になれた、LRT というのは、現在、快適で省エネに優れた新しい、路面電車というふうに、思っていただければいいかなというふうに思います。急遽ですね、LRT に変更されたのがですね、11月の半ばかというふうに思います。それまではジーゼル化をなんとか運行して鉄路を残したいという考え方でしたが、どうしても長野市との協議の中で、ジーゼルカーの運行では認められないというふうに言っていいかどうか、どうしても私どもの意向に沿えないというようなことがありまして、たまたま、私ども中島会長がですね、ある方から LRT という今の新しい交通システムがあるけれども、それを考えたらどうだというような、お話がありまして、それについてすごく研究をいたしました結果、LRT という問題を大きな新しい交通システムの中に入れて、長野市のまちづくりを全体的な考える中でやったらどうかということについて、市議会のですね、この12月の市議会で請願を出したところ採択されたということでございます。そうですね。これで一歩前進ということですよね。そうですね。ですから、この LRT のメリットといいますかね、実際に今富山の方で運行されて、いろいろお話をお聞きしていると思いますけども、そんなことをもうちょっとお話しいただければ、より理解が深まると思うんですが、
ですね、まあ、あの12月議会で請願が通ったということ に対して、長野市ではですね、この3月議会にですね、この LRT を導入するための調査費を、うん、予算化するということを明言されております、まあ、そうしますと、まあ、一歩前進したかなというふうに我々は考えております、富山にありますですね、導入されてある、富山ライトレールというんですが、これはですね、本当にあの今の次世代型で、今までやはり富山の場合も市街地が活性化されないということで、外へ外へ皆さんが出て行ってしまったと。それが路面電車を新しく入れたことによって、市街地へ逆にお客さんというか、皆さん住民の方が戻ってきているというような、まあ、本当にあの町として活性化ができているというようなお話を聞いております。まあ、そのためにも長野市の場合もですね、今今度の再開発というような問題も出ておりますけれども、やはり点だけでなく、やはり全体的な面という形の中で街づくりをしていかなければいけないのではないかなというふうに思います。はい、まあ、あの旧長野市内だけじゃなくてですね、まあ、町城篠之江こういったことを網羅した形でもってね、発展してさせていくことが必要じゃないかと思うんですけどもね、まあ、これによって、まあ、あの本当に前向きにですね、話が進んでいくんじゃないかと、まあ、大いに期待できるというようなふうに受け止められるんですが、はい、そんなことでよろしいんでしょうかね。はい、はい、ありがとうございます。それではあのちょっと話が前後するようですけれども、まあ、あの昨年ですね、ミニ集会ということで、各地区に、精力的に、まあ、お話をいただいて、皆さんに、ご理解をいただき、まあ、あのそれについての関心を深めていただくようにご努力なさったわけでございますけれども、はい、それについての、まあ、その中でですね、いろいろなご意見、それから提案等が あったかと思いますけれども、そんなことについてもちょっと触れていただければと思うんですが、はい、ミニ集会につきましては、11月の半ばから、12月17日まで約1ヶ月間、30カ所の地区におきまして、集会を開きました。相対的にですね、出席された方が600名弱ということで、まあ、大勢の方に参加していただいたことについて本当にありがたく思っております。まあ、その中で、説明したことについてはですね、バス代替の案と、それから、この新しい交通システムの、LRT、次世代型路面電車について、会長の方から詳しく説明をいたしました。まあ、理解度につきましてはですね、皆さん、授まられた方はほとんどの方は理解していただいたというふうに私どもは見ております、うん、ただ、中にはやはり、将来的に向かっていつできるような話のその、うん、わけのわからないよというか、いつどうなるかなというすごく不安のある中での話だったということで、多少不安のお持ちの方も何人かおいでになりましたけれども、まあ、将来に向かった新しい街づくりの一環として考えた場合にぜひ必要だなということを皆さん認識されたのではないかなというふうに思います。ただそのミニ集会で一つ残念なことは、若い世代の方の出席者が本当にいなかったということ。これからのですね、やはり新しい、そういう将来に向かった形の中の新しい街づくりを考えたときには、今の若い人たちにもっと出席していただいて理解をしていただくことが必要ではなかったかなというふうに考えております。はい、そうですね、若い人たちが一番これから、まあ、将来的に担っていく皆さんですからね、はい、そういった皆さん方のご意見なり、が必要だと思うんですけどね、まあ、そんなこともいろいろお話しいただく中でまたご理解をいただければと思うんですよね。まあ、それと、まあ、次に移りたいと思いますけども、この新幹線が、まあ、将来的に金沢まで伸びるということでありますけれども、まあ、これについてですね、長野市も善光寺一極集中じゃなく、先ほどもお話したように、松代篠井も通した観光の開発というものが必要になってくるんじゃないかと思いますけれども、それにはまず交通も、観光客の皆さんが長野駅に降りて、気軽に足を運べる
そういった交通網がぜひまあ必要になってくるんじゃないかと思うんですけども、それに絡んでですね、今のライトレールですか、こういったものを完備されれば、そういったものを大いに、まあ活用できるということではないかと思うんですけども、その点はどうでしょうか。ですね、やはり市内とのアクセスを良くするためには、その観光ということを考えた場合に、善光寺と、長野市の場合は善光寺と松代、これが一番の観光地になります。それのアクセスを充実させるということが一番大事ではないかなというふうに思います。まあ、そのためにも新しい交通システムを入れることによって新しく観光客を掘り起こすことができるのではないかなというふうに思います。そうですね、本当にお客さんも滞在型の、ね、形にしていかないと、まあ、真っ白にこれだけいろいろな施設があるんですから、こういったものを大いに皆さんに知っていただくためにもぜひそんな形でもってですね、長野駅に降りて、この町に留まっていただきたいということを、まあ、切に希望するところでございます。それから、まあ、このバス代が4月からまあ始まるわけですけども、実際にその運行が始まってですね、まあ、その料費がはっきり分かると思うんですよね。はい、したがってまあそれについて、いろいろと考えられることがあるんですが、まあ、その鉄道にこだわった、はい、こだわってきたということについて、まあ、いろいろお話があると思うんですが、ぜひそれについてもここでお話しいただければ、やっぱり電車だなということになるんじゃないかと思うんですけどね。まあ、一番訴えたいことはですね、バス代替と電車との違いというのは常にご存知だと思いますけども、今須坂八代間が電車ですと40分で済むところをバス代替でバスで動きますとその場合1時間約80分かかるということを考えただけでも、定期性だとか速達性あるいは安全性の面を考えた場合にどうしても電車、まあ、鉄路でなければいけないのではないかなというふうに考えます。特に交通弱者と言われる、学生さんあるいは高齢者の方々のことを考えたときにですね、じゃあバスでそれが代行できるかということにはすごく抵抗があります。まあ、特に渋滞とまだまだ国道403号線改良されていない中でのバス運行ということになりますので、いかに、それを将来に結びつけた公共交通網として成り立つのかどうかということを考えた場合にすごく疑問が残るのではないかなということの中から、やはり鉄路にこだわったという部分があります。そうですね、まあ、今の403号線沿いに走らせるという構想なんですけれども、こう見てもですね、本当に狭くすれ違いができないようなところもありますし、やっぱりそれだけできない、すれ違いができないとなると待機してなきゃならないですからね。そういったことでもって時間帯によっては思わぬその時間のロスが出てくるんじゃないかと思うんですよね。そうしますとやはり、お勤めの方、特に、まあ、この真っ白ない、この近隣から八代線で JR 乗り換えて、まあ、榊なり上田の方に行くという方はやっぱり JR も待っておりませんから ね、 そ、 ね、その時間にはどうしてもつけてもらわなきゃ困るということもありますもんでね、まあ、こういったことがだんだんとその実際にバス代替になってから見えてくるんじゃないかと、こんなふうに思いますね。まあ、この、まあ、新システムの電車というものについては、まあ、今までお話しいただいた中でね、大変まあ良いことをずくめというようなことでありますけれども、これにはやはり長野市だけではなくて近隣の市長さんの理解もなければ、まあ、実現しないんじゃないかと思いますけれどもね、この間に市議会の応援方に、まあ、その申し入れたのにもやはり真っ白や若穂地区の住民自治協議会だけではなくて、いくつかの住民自治協議会が、まあ、一緒に請願されたそうですね。はい、まあ、そんなことでありますので、やっぱり公益的にこういったこともお話し進めていくことが必要ではないかと、そんなように思いますね。はい、それではですね、いろいろお話しいただいて大変参考になりました。まあ、いよいよ、まあ、期日も迫ってきておりますけれども、はい、まあ、最後にですね、はい、
この真っ白インターネットテレビを通じて皆さんに、はい、ぜひ訴えたいこと、はい、こういったものがありましたらお話しいただければいい機会でございますのでよろしくお願いしたいと思います。はい、まあ、長野市の将来ビジョンを考えたときに、新しい街づくりの観点からどうしてもこの LRT を導入したいということで、これには、若い方すべてもちろんのことですけれども住民の皆さんの大きな声が絶対必要です。実現するためにはまだまだ時間はかかるかと思いますけれども住民の皆さんからの熱い熱意が一番大切であります。そのためにもぜひ皆さんにご協力いただきたいというふうに思います。はい、ありがとうございました。本当に今日は急なことで大変申し訳なかったんですが、貴重なお話をいただいてありがとうございました。どうもすみません。はい、それでは今日は代表に代わって私が来週のしゃべくるマッスルのお知らせをしたいと思います。それにつきまして、三田さんに、来週の予定を予告をお願いしたいと思います。どうぞ。はい、ですね、来週はですね、まあ、69回ということでね、行いますが、ゲストはですね、園原静江さんをお迎えしまして、ゲストテーマとすればですね、蘇った着物を、市松人形にっていう形ですね、まあ、こういったもので、なんか聞いてみていただければなというふうに思います。はい、はい、一応こういう写真も、そうですね、はい、ちょっとこれアップで写していただいて、はい、市松人形ね、はい、毎年小春館いますのでね、今年もまたやりと思いますので、まあ、そういったこの人形さんのね布を貼り付けるっていうかね、やってるのを先生に説明していただければなというふうに思いますので、はい、はい、わかりました、ありがとうございました。まあ、ひな祭りも近づいてることですね、ぜひこういったものをまたお話しいただければ。そうですね、どうぞ皆さん来週お期待ください。よろしくお願いします。それそれそれくりまつしろ、また見てね。